まあ、やっぱりチームが本当に勝ててない中で、まあ、どんな形であれ、まあ、勝利できたっていうのは、まあ、自分にとってもですし、まあ、チームにとってもすごい大きい勝ちだったなっていうふうに思います。自分の本当ストロングな部分、まあ、やっぱりフィードだったり、まあ、ヘディングだったりっていうのは得意にしてるプレーであるんで、まあ、そこをしっかり出した上で、まあ、やっぱり守備の選手なので、まあ、失点をしないようにっていうふうに考えて試合に入って、まあ、それが、まあ、実際に達成できたっていうのは、まあ、自信にもつながりますし、まあ、評価にもつながりますし、まあ、自分がどれだけやれるかっていうのを、まあ、少しはこうアピールできた試合かなって思います。まあ、それがこうつながったかどうかは分からないですけど、まあ、気持ちの部分では前向きにはこう、まあ、今年からですけど、スタートした時からですけど、まあ、前向きにはなってたんで、まあ、その、まあ、気持ちとかそういう部分を、まあ、継続していけたらいいなって。まあ、率直に楽しみですね。まあ、短い期間で、まあ、試合にも全く関わることはできなかったですけど、まあ、大分にレンタルで移籍して本当にいろんなものをこう吸収して仙台に帰ってこれたっていうのがあるんで、もちろん感謝もしてますし、だからこそ、まあ、負けたくないっていう気持ちが強いです。まあ、当時はなんか自分の考えがこう甘かったというか、それをまあ J2 にいた大分に行って、まあ、気づかされたというか、まあ、痛感した部分で、まあ、あの遺跡があってから本当にこう危機感を持って、その次のシーズンからやることができたので、まあ、プレー云々よりかは、まあ、気持ちの部分で本当にいろんなものを感じて、まあ、いろんなものを得れた期間ではあったと思います。まあ、キャンプで僕はあんまり出てないですけど、すごいいいサッカーしてるし、まあ、いいチームだなっていうふうには、まあ、思ってたんで、まあ、結構上の方に行くんじゃないかなっていうふうには僕は思ってたんで、まあ、逆にそれを止めれるように、僕らがこうリーグ戦連勝できるようにやりたいなって思います。もう本当思い切って自分のやれることを 100% 試合に出すっていう、まあ、そこだけですかね。まあ、まだこうスタメンに定着したわけではないんで、まあ、しっかりこう一試合一試合をど死に物狂いで、まあ、チームのために勝利のために、まあ、全力でプレーしたいなと思います。より多くの人数が、ね、かかった中での、マリーン戦ルヴァンの連勝なので、まあ、非常に雰囲気もいいですし、まあ、ほんと少しばかりですけれども、しっかりと自信を取り戻して、プレーに励むことができているのかなと思います。じゃあ、湘南戦が終わった後の、A マッチウィークで、まあ、ここからのゲーム、まあ、こういう基準で選手 その出場というものに関して選んでいくと、まずこれができなければ、ピッチには立てないよというものを、まあ、明確にしました。もちろんそれまでも、伝えていた部分であるんですけれども、ちょっとそこをより強調して、励んでいることで、まあ、選手も、まずは最低限のことをやらなければいけないというところで、しっかりと取り組んでくれていると思いますし、そういう部分が、まあ、今こう2つかけていることの下支えになっているのかなというふうに思います。やっぱりチームが成長する上では、競争というものは絶対的に必要なので、そういう部分では、まあ、選手も一人一人、
すごく意識してますし、まあ、ギラギラしてますし、非常にこうその競争に満足することなく、やり続けるこう意志欲も感じられるので、非常にこう頼もしく感じます。やはりゴールに一番近いところの選手なので、もちろん守備でね、たくさん走っている部分の評価というものもしなければいけないですけれども、やはりこうゴールを奪うというものが最大の仕事になると思うので、そういう部分では、彼ら4人の力というものは、今のチームをしっかりと助けてくれているのかなと思います。いや、まあ片さん一人と、ね、勝負するわけではないんですけれども、まあ、間違いなく片さんが監督になってからしっかりとこうスタイルを築き上げて、なおかつ結果を出して、J3 から J1 まで引き上げたというものの大きな力があると思いますから、そういうところは、素晴らしいなというふうには感じています。ただやはり対戦する以上はね、今のチームの勢いというものを我々は持って臨みたいですし、アウェーですけれども、しっかり戦って、ポイントを取って帰ってきたいなと思います。で、この3連戦は非常に我々にとっても大事な、3連戦で、そこも今頭2つ取れたというものは今のチームの力を示していると思います。だから本当に大事なのは、3連戦の最後なので、ね、アウェーですけれども、しっかりと戦って、ポイントを取って帰ってきたいと思います。